来年には東京オリンピック2020が開催されます。よさこいで川崎を、日本を、そして世界を盛り上げたい、そんな気持ちでこの演舞を作りました。踊り子、気合入ってるか。それではご披露いたします。古きを訪ねて新しきを知る、丸高2018東京。
ありがとうございました。